What's up, everybody? リョウスケです。みんな知っちゃうかな？ニューヨークって結構ね、フードトラックがね、たくさん道沿いにね、あるんよね。まあそれはなんでかっていうと、やっぱこう、オフィス街やから、まあ、ランチタイムとかになるとね、みんな食事を食べに外に出て、まあ、レストラン入る人もおれば、それでフードトラックでね、こういうプレートを買って、それをまあ外で食べるとかっていう感じのね、習慣があるらしくて、今日はそのフードトラックの中でも大人気のね、ランチタイムに行列ができるフードトラックを紹介したいと思います。これや、今から行くのはね、今見せたこれ、どーん、アンクルズガッシーズって読むんかな、ギリシャ料理のフードトラックってことで、実際行ってみよう。すごい美味しそうやね。ギリシャ料理どれも食べたことないんやけど、で今ねもう閉店間際、ここはね、まあ、午前中10時ぐらいから、まあ、4時ぐらいまでやっちゃうらしいんやけど、その4時頃やからね、全然行列ができてなくて、まあ、実際ね頼んでどんな料理でどんな味かっていうのをみんなに紹介します。Can I have chicken platter? Chicken platter? Yeah. Any tzatziki hot sauce? White sauce, please. 俺は今ね、チキンプラッターを頼みました。すごいな、やっぱアメリカやからボリューム多いんかな。ゲットしました。これチキンプラッターね、すげえうまそう。でかいよ、見て。こういう感じでね、フードトラックが密度にバーって並んじゃうよね。いや、いいね、ニューヨークは。でね、今ね、もうね、ほんとマンハッタンの中心地やから、まあここからね、ほんと歩いて5分で、あの有名なセントラルパークね、マンハッタンに広がる緑の公園、そこにね、歩いて行けるんで、そこでランチ食べようと思います。なんて贅沢なランチや。このアメリカ旅で一番贅沢な昼食になると思うな。ザ・ニューヨーカーみたいなね、ちょっと優雅な時間をセントラルパークで過ごしたいと思います。やっぱね、フードトラックの料理がええのは、レストランとか行くとどうしてもね、アメリカやからチップがかかるんよね。まあそれがね、やっぱなかなか厄介。だいたい食事の 15% ぐらい取られるけどね、結構するんよ。でこの辺はそうでもないけど、結構やっぱニューヨーク、マンハッタンの街中の道路とかね、意外に汚いよ。大都市やからパリみたいな感じかな。普通の通りは結構綺麗なんやけど、こうブロックのね、路地の中とか入るともうゴミが結構散乱しとったりするけ、あんまイメージないかもね。まあ日本がね、ちょっと清潔すぎるわ。まあ、こうやって海外来るとね、やっぱりよりこう日本の素敵な場所を感じれたりするよね。あとトイレもね、なかなかニューヨーク行きにくいんで、コンビニがあってそこに入れるとかないんで、ちゃんとね、店入って食事頼んで、レシートに番号書いてあってそれでトイレ入るとか、まあそういうのばっかりなんで、本当にね、日本の素晴らしさっていうのを毎回ね、海外行くと感じて、もっともっと日本が好きになるよ。海外も大好きやけどもちろん。あとね、日本とかではあんまないけど、アメリカはやっぱね、縦列駐車が多い。これはニューヨークもそうやし、サンフランシスコともそうなんやけど、都市部はね、縦列駐車だらけ。ほら後ろ、いや、ニューヨークでよくある白いモクモクは何なんやろうな。地下鉄から上がっちゃうから、もう街中そこら中でね、モクモクが上がっちゃうんやけど、お、見て目の前、これかの有名な現アメリカ大統領のトランプタワーがあるよ。でかいな、すごい。ニューヨークはほんとビルだらけ。マンハッタンの北の方におるんやけど、これ南に行けば行くほどね、ウォールストリートって、ウォール街って言って有名なね、金融街があって、そっちの方がね、すごいよ、もうビルだらけ。おお、ここがね、ほらみんな来たよ、トランプタワーってところにね。うわ、セキュリティやばい、銃持っちゃう人が。ほら、トランプタワー。さあ近く来たよ、見て、後ろマックなんやけど、めっちゃおしゃれなんやけど。今もう向かい側、目の前にあるのがセントラルパークやね。すごくないこれ。こっち側もうブワードーンってビルがあって、こっち側もう緑っていうね、Google マップとかで見たら一番面白いんやけど、もうほんと境目があって森ができちゃうっていうね。もうこのセントラルパーク付近にもね、こうやってフードトラックがたくさんあるけさ、ここで買ってセントラルパーク内で食べるっていうのもできるね。Oye, dije algo
すごい気持ちいいな。一気に静かになった。見てあっち、ほら、あんな高いビルがこっち側にあって、こっちは緑っていうね。すごい素晴らしいな、こんな都会に。でね、このセントラルパークむっちゃでかくて、マンハッタの中心にあって、なんか南北4キロもあるんよ。で、東西800メーターっていうね、むちゃくちゃ巨大で、なんとベンチの数が9000個もあって、セントラルパーク内にある木の数が2万4000本っていう、とんでもねえ。もちろんね、この緑と、それからこっちにもあるんやけど、池とかもあって、むちゃくちゃなんか心休まる場所やな。気持ちよすぎるな、ここ。東京にある代々木公園、むちゃくちゃでかくした感じだ。なんとビーチバレーまでできる。今来たのはセントラルパークのちょっと上の方かな。セントラルパークの中にもね、こうやってフード、飲み物が売っちゃったりするよね。で、今来たのがね、一番多分セントラルパークで有名なんやないかな。よく映画とかにもね、出てくる場所なんやけど、うわ、すげえ、むっちゃ気持ちよそう。すげえやろ、むっちゃ気持ちいいんやけど、ここめちゃめちゃセントラルパークの中でもね、一番こうだだっ広い芝生が広がっちゃう、ここなんよね。ここシープメドウというらしい。すごいな、あっち側にたくさんビルが見えて、ここにはもう芝生しかないという、最高や。セントラルパークを楽しみに来たのはもちろんないけど、一番のメインはね、これ忘れかけちゃったけど、この昼食をね、食べようということで、せっかくならね、このシープメドウで食べたいと思います。うわー、あー気持ちいい、最高や。あー、むちゃむちゃ気持ちいいな、これマジで普通にもう爆睡できる。まあ、周りから見たらただ一人で騒いじゃうアホみたいなやつなんやけどね。ということで、これ食べます。もうちょっと名前忘れかけちゃうけど、アンクルガシーズのね、じゃじゃーん、美味しそう。すごい大きくない？このサイズでなんと8ドル。さあ、せっかくなんで中開けましょう。パカン。うわぁ、すげえ、見てこれ、うまそう。わかる、これうまそうすぎる。やばい、やばすぎる。いや、このボリュームで8ドルは安いやろ。上にはね、ホワイトソースで、チキンと、この中にね、ライスね、黄色いライスが入って、あとキャベツとレタスということで、早速ね、いただきたいと思います。まずはチキンからいただきます。うまっ。何このチキン、ちょうどいい塩コショウのスパイスが効いちゃって、スパイスのところにホワイトソースがかかっちゃうから、ちょうどいい甘みで、むちゃくちゃうまい。米、うん、米にもしっかり味がついちゃう。このパラパラのね、米のタイ米かな、タイ米やけど、ここにね、ちょっとこうガーリックと塩気があってね、すごいね、この米だけでも進む。これチキンと米を一緒に食ったらもう、これやばいんやないかな、これ。やばい、うますぎる。うまー。で、野菜もあってね、野菜にもソースが合う、うまいわ。今夢中で食べたつもりだったんやけど、まだここしか減ってない。ええなー、これボリュームあって、これで8ドル、これは破格よ。しかもこの味、最高すぎる。みんなもね、ぜひニューヨーク来たらこれは食べた方がいいと思う。これを買って、このセントラルパークに来て、この自然を楽しみながらね、味も楽しむと、もう最高。ニューヨークを満喫させてもらってます。これ食べ進めちょっと思ったんやけどさ、チキンがむっちゃ多いんよ。いや、贅沢やわ、むちゃくちゃいい。お腹にたまるし、健康的やし、ニューヨーク来て一番贅沢な昼食食べれた、幸せ。ということで、今日の動画は以上です。みんなもニューヨーク楽しんで、いつもみんな見てくれてありがとうということで、シアー。むっちゃ晴れてきた、最高。むちゃくちゃうまくて進むんやけど、チキンが多すぎて噛み応えがありすぎて顎が疲れてきた。完食。むちゃくちゃいいわこれ、本当にボリュームあった。結構食う俺でもね、むちゃくちゃお腹いっぱいやもん。だから女性とかはね、2人で分けた方がいいと思う。でもこれ食べたおかげでね、このトラディショナルグリースクイジン、ギリシャ料理が美味しいってのが分かったんで、ギリシャにももっと行きたくなってきたな。いやー、最高やった。
広げ。